オーケーアンデルセン等によって開発されたバンド計算手法。イムとはスコーリンド KKR 法をより発展させた手法であり、精度の高い計算が可能となっている。イムとポーの元であるエレメトポーは原子球近似と併用して用いられることが多い。ただこの場合、中密な系にしか適用できず、精度的にも十分でない問題があった。原子球近似では、 マフィンティンポテンシャルの重なりが存在するが、それを保ったまま一電子状態を厳密に計算するものがイムトポーである。これにより原子球近時より精度の高い計算が可能となる。OK ーーアンデルセン、O ジェプセン &G クリアー、イグザクトマフィン、チンオービタルセオリーイン、レクチャーズオンメソッツオブエレクトロニックストラクチャー、カルキアレシャンズ、エディテッドバイ、ブイクマール、 OK アンデルセン &A マッカージーワールドサイエンティフィックパブリッシング CEO シンガポールピアニッシモ63から 124L ビートス H スコーリバー B ヨハンソン &J コラーコンプマットサイ18 24L ビートスサイズレブ B64014107 ありがとうございます